はいえー、森友事件でございますちょっとね、皆さんも想像していただきたいんですけども、まあ、自分のね、旦那さんとか奥さんが、まあ、職場で、うん、自殺をせざるを得なくなった、そしてその責任が、その職場の組織にあったということが、まあ、はっきり分かったときにですね、えーまあ、その職場に真相を知りたいんだということを要求すると思うんですよ。その要求が延々と全然、ね、開示されずに ごまかされ、のらりくらりとかわされてっていうね、そんな日々が続く気持ち、いかがですかねすごく許せないことだと思いますし、その相手が国家を運営する政府だったり、時の総理大臣だったりとかすると、さすがにね、やっぱり期待するところが大きいと思うんですよ、立場的に黙っていられないなとか、誠実に対応してくれるだろうというところで。ししかしね今回の事件は そうでではないんですよね責任ある回答をするべき人がしない、しかもそれに忖度して、その部下、いわゆる国ぐるみで訴えを退けてくると、まあ、今回、裁判は実行されるようですが、ただまあね、えー、裁判官も人の子ですから、自分の家族や自分の立場を守るためには、どちらに味方するのか、うん、これはね、法に基づく裁判になるのか、すごくね、疑問の大きいところだと思います。 まあきっとですねまあいろんなことがあって弱者に味方する権力者、裁判官、こういったものはやっぱりいないんじゃないかなと思う反面、1人ぐらいいてもいいんじゃないかとかね、今回の事件ぐらいは真相ぐらいは明かしてくれてもいいんじゃないかという期待する気持ちもありますけども、今回はね、こんな気持ちは単なるお人よしの妄想になるんでしょうか。 まあ皆さんは、ね、どういうふうに思われるでしょうか、今回はまだ全然記事読んでないんですけども、時事通信社、改ざんは犯罪、真相は明らかに、森友、自殺職員、妻が法廷で、国賠訴訟第1回弁論ということで、通常でしたらね、こんな事件は、うん、世界中に発信され、すべてのメディアの第1面、朝から晩まで特集みたいなところですよ。 まあね、それが、うん、なかなか人目に触れない、テレビしか見てない人には何のことかわからないところで、このネットの記事のね、隅っこで、まあ、私なんかにね、こうやって朗読されているのが、まあ、関の山ということで、うんまあ、そうは言ってもね、私のこの動画が一人でも多くの方に伝えることの、ね、きっかけになればと思っております。 うん訴状によると赤木さんは改ざんを強制され長時間労働の結果うつ病を発症して2018年3月に自殺、えー、奥さんですねこの亡くなられた方の奥さんは今年3月国などを提訴し改ざんは当時理財局長だった佐川氏の指示だったとする夫の宗教を 公表したとということですよね麻生大臣はこのお亡くなりになった方の手記を見て大した違いはないから捜査をしないって言いましたけども、まあ、大したそごがないと言うんでしたらねこの手記が本当のことを言っているということを認めてるような気もするんですよ。ということはここに書いてある逮捕されるべきは誰なのかとかね、えー、どこに原因があったのか、まあ、そういうことを そそろそろ認めざるを得ななないいいんじゃかなと思います、まあ、これはね人の心の中は見れないんですけども人の気持ちをかっさばいてみるとみんなが同じ方向を向いてると私は思うんですよね。というのがお前がやったというねお前がやったんだろうとこのお前に誰の名前が入るのかただそれだけなんですよ。ね、表現は難しいですけども真相が明らかになってですねこのお亡くなりになった赤木さんの無念が晴らされること。 えー、そしてね後世にこういうことがあってはならないという教訓になることを期待しておりますそれでではは本日は以上です。